てるかな。Thank you.
名になったかといいますと、この曲を昔かの有名なフランク・シナトラさんが、カバーした時にちょうど1960年代に、アメリカ合衆国がちょうどアポロ計画の真っ最中だったらしいんですよ。それで、ちょうどこの題名の通りに月に行けそうな 現実になりそうな時だったので、そのフライミートゥザムーンがその一種の時代のテーマソングみたいに使われてヒットしたそうなんです。それでその話の続きで、そのフランク・シナトラさんの、録音したテープがなんとアポロ10号と11号に積み込まれて、人類が月に持ち込んだ最初の曲になったらしいんですよ。そこで私は考えました。ここにいる山本龍くんと、高山さんがやってるバンドがCD を出したんですね、はい、その曲をその無人探査機に乗っけてもらって、そのカウンターの角に今 CD 置いてます。あ、そちらにあるんですか。ちょっと重さが何グラム、何グラムまで乗っけてもらうんですか。